このフォームでダンベルフライをしたら怪我するぜ。手先同士をもうコツンしちゃってんの。吹奏楽部じゃないんだよね。はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、このフォームでダンベルフライをしたら怪我するぜということでね、今日も始まりましたけれども、この動画が少しでもいいなと思った方、いいねボタン、チャンネル登録、コメントのほどよろしくお願いします。そして皆様の周りのトレーニー、仲間、家族だったり、そういった方に口コミで進めてもらえると嬉しく思います。そしたら本日はダンベルフライ、このやり方でやったら肩痛めちゃうよねっていうシリーズやっていきたいと思います。やっぱりね、ダンベルフライに関しては胸の大胸筋ですね、これ筋肥大させるためにもすごく、皆さんもね、ほとんどの方が女性男女問わずにやられてる種目だと思います。そういった方がね、無駄な間違ったフォームでやってる人がやっぱり未だに結構見受けられる。昔もう2年前ぐらいにハウトゥー出してるんだよ。見てないな、結構回ってるよあれ、再生数。まだ見てない人いるんだね。どうしたらそういった人たちに届くかな。ねえ、僕もやっぱり11万人ぐらいの YouTuber で、やっぱりそのね、100万人とか200万人とかいる人たちとはまた違うから、影響力がちょっと少ないっていうことは、やっぱり皆さんが口コミで広げてってもらえると、怪我のない筋トレライフっていうのがもっと文化になっていくんじゃないかなと思いますんで、そこを目指してるんで、よろしくお願いいたします。そしたらね、今日もショートでやっていきたいと思います。間違った NG パターンから今日もやっていこう。そしたらまずダンベルをまあオン座にしてから寝転ぶんだけど、まあここまではね、もう基本中の基礎だよね。寝転んだ時にまず脇がグワーンと開いちゃってるよね。脇をすごい開いて、もうこんな感じでやってる人がいっぱいいる。そして胸も全然腫れてない、その状態でこの肘からもうこっちに行っちゃってる人がめちゃくちゃいるの。要は肘の上に拳が乗ってないっていうかね、わかります、この状態。だからもう自ら肩関節決めに行っちゃってんのよ。うん、これもうブラジリアン柔術じゃないからね。こっからしかも上げる動作の時にみんな手先から先行してしまって、手先同士をもうコツンしちゃってんの。吹奏楽部じゃないんだよね、これ何の楽器？ダンベルだからね。だからここはコツンさせない方がいい。だって大胸筋って上腕骨から胸の内側に全部集まってるわけじゃないですか、まあ、鎖骨だったりこのね胸骨だったり胸のチューブの内側、上部のね鎖骨の内側に集まってるわけじゃないですか。それなのにこの手先の動作をいくら頑張ったとしても効果は薄い。じゃあどうやるのか、もう一回ちょっとダメな例やって、ガーッともう外に開いて、そうそうそういうこういうパターンがめちゃ、このパターンも外旋肩関節さしちゃってるんで、肩関節にかなり無理な負荷がかかってますってなると怪我するよね。インピンジメントになったり、肩関節もこの肩甲を痛めたり結構するので、このフォームはもうやめようね。いい加減、いい加減にしてね。ということで正しいフォームをやっていきたいと思います。まずダンベルプレスだったり胸のプレス系、まあフライ系の基本の動作としたら、まずは胸をしっかり張らなきゃいけないよね。肩甲骨を落として胸を張る、肩を落として胸を張ると肩甲骨落ちてくるから。でベンチプレスとかでも結構間違ってる人がいるのが、この腰椎をかなり反っちゃってる人ね。腰椎を反っちゃってる人っていうのは、ベンチプレスだったりダンベルプレスで高重量やってった時に必ず腰椎怪我します、腰痛めます。で座骨神経痛とか、まあ結構こうね、神経系の問題にもなってくるので、まあ腰はなるべくフラットにした状態で胸椎、胸だけを張るイメージっていうのを持ってください。そこからやっぱり初心者様っていうのは、このダンベルのね、向きをどうすればいいのかっていうのが分からないと思う。だから肩と肩ね、肘とその延長線上に拳が来るイメージを持ちたいっていうことは、今これもパラレルですけど、位置がちょっとこう若干ね、若干この逆ハの字にしてもらいたいんですよ、気持ち。逆ハの字にすることで肘が
まあ内に入ってきますよね。内に入ってくることでこうさっきみたいな悪い例になりづらいんですよ。悪い例っていうのはやっぱりこうダンベルがもう普通のハの字になることで外旋しやすくなってしまう。だからそれを避けるために外旋させにくくするためにもちょっとだけこう逆ハの字にしていただく。その状態で肘をこの上腕骨肘を遠くに離していく。でその延長線上に必ずダンベルが来ること、肩肘延長線上にダンベルが来ること、これを意識してください。そうすれば怪我のリスクも少なくなるし、効き目もストレッチの効果っていうのもめちゃくちゃ出てくる。重りがだってこの上腕骨のこの低支部の延長線上に重りが来てるんだもん。それが一番伸びるでしょ。そこから今度は肘の内側を胸に寄せながら上げていく。そして手先を上に逃がしていく。そう、そのイメージ、これを繰り返していくよ。だから先に手先をコツンってつけると、またここが低支部が基支部に寄ってこないから大胸筋のこの筋肉の動きっていうのは弱くなる。だからストレッチしていった時も肩肘その延長線上にダンベルが来ることで、しっかりと内側まで伸びてるなっていうのを感じたら、この肘の内側から胸に寄せていくイメージ。そう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 、もうちょっと肘も大げさに伸ばしちゃっていい。そう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 、そっちが寄せやすいやつ。さあそれでもう一回、でもこれ胸張ったまんまね、絶対胸グッと張って、そう、そっから胸張ったまんま肘の内側を寄せていく。そうです、もう一回グーッとストレッチさせて、この時にこの関係性ね、肩肘拳の関係性、ダンベルの位置の関係性、そう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 、で下ろしていく、ストレッチしっかり感じながら、で上げていく。そうです、そのイメージ。あと2回ください。グーッと肘を内側に寄せていきます。ラストください。肘を内側に胸に寄せて上げていく。 OK、 このイメージで皆さんもぜひトライしてみてください。もう一回悪い例いくよ。胸も張れてないし、肩甲骨がこうもう寄せれてないし、あとはダンベルもこの普通のハの字になってしまう。ハの字になるっていうことはどうなるかって言ったら、開くときに脇も開きやすくなって、もうダンベルがもうこの外旋、肩関節の外旋動作になってしまって、もう自ら腕柔術を決められているような状態。これだと本当に怪我する。でそれで動作を行ってみて、で手先から来る。そう、これよく見るよ。そう、もうなんかコツンしちゃえばうまくできてるんだって思ってる人は結構いるから、やっぱそれはダメです。コツンじゃないの、うん、コツンしてる場合じゃないぞね。 OK で、正しい例は胸をしっかり張って肩を落とします。そうです、肩甲骨を下に落としながら寄せていく。そこから今度は逆ハの字にしてもらって、そこから肘から開いていく。その時に肩肘その延長線上に拳ダンベルが来るっていうのが一枚ですよね。そこから上げる時は肘を胸に寄せながらコツンせずに上げていく。そのイメージでやることで最後まで収縮、胸の内側まで収縮をさせることができる。そしてストレッチをさせることができるということです。ということで、この間違ったフォームでやられている方、私、僕、俺だな、拙者思ってる方、今すぐやめてください。あなたの時間が無駄になる。正しいフォームでやることで効率のいいトレーニングを皆さん行ってください。怪我のないトレーニングの世界へようこそ。またこの動画が少しでもいいなと思ったら、いいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてまた仲間、トレーニング仲間だったり家族だったり恋人彼氏にも、ジェントフィットネス分かりやすいよ、これを一言言ってもらえるととてもとても嬉しく思います。それでは皆さん、このフォームでやったら怪我するぜ、だから気をつけなきゃいけない。今後ともジェントフィットネスよろしくお願いいたします。ありがとうございました。